皆さんこんにちは、オギのキッチンスタジオです。本日ご紹介いたしますのはおせち料理でございます。本日は伊達巻き、田作り、栗きんとんと3種類作っていきます。でははじめに伊達巻きを作っていきます。材料はこちらです。はい、ではまずは袋を用意していただいて、この中にはんぺんを入れて滑らかになるまで潰していきます。もしご家庭に綿棒のようなものがあれば、このように潰していただくと簡単に潰れます。こんな感じで滑らかになったら、続いて調味料を中に入れて混ぜていきます。でお砂糖です。でお塩です。あ、みりんです。で同じように揉み込んでいきます。はい、では混ざりました。そうしましたら今度は卵を入れていきます。卵を入れるときなんですけれども、一個一個ですね入れて混ぜていきます。これが溶いた卵1個分です。入れます。そしたらこちらもよく混ぜていきます。ポイントは卵を1つ分を入れたら混ぜて、入れたら混ぜてを繰り返すことです。はい、ではこれが卵が5個入った最終の状態です。このぐらいドロドロになります。そうしましたら今度はフライパンで焼いていきます。ではフライパンに油をひいて焼いていきます。そうしましたら弱火で熱します。ではフライパンが温まってきましたので油を伸ばしていきます。でこの時余分な油はペーパーなどで拭いておいてください。ここに生地を流し入れていきます。そうしたら平らにならします。はい、いや、そうしましたら今度は蓋を乗せて8分から10分固まるまで焼いていきます。で今度はひっくり返して3分焼いていきます。でひっくり返す時なんですけど、お皿なんかを使うと簡単なのでやってみてください。ではいきます。一回火を止めます。いきます。じゃん、こんな感じです。ではフライパンに戻していきます。で同じく弱火で3分です。はい、では焼き上がりましたので火を止めて巻き巣に取り出します。でポイントなんですが、この黒い部分を中側に巻きたいので一回お皿に取り出します。そうしましたら巻き巣の上に乗せて巻いていきます。はい、では伊達巻きを巻いていきます。で巻き巣を使う時のポイントなのですが、巻き寿司だとこちらの平たい部分を海苔を置く面にするのですが、伊達巻きはボコボコした表面が欲しいので、こちらですね、少し山形になっている方を上にして巻いていきます。じゃあ巻いていきます。なるべくならのの字になるようにくるくると巻いていきます。でそうしましたらこの状態で両端に輪ゴムをして完全に冷えるまで置いておきます。はい、ではこれで待ちます。伊達巻きが冷えたので切っていきます。はい、こんな感じに切り上がりました。はい、では次に田作りを作っていきます。今回は電子レンジを使って簡単に作ります。材料はこちらです。まずはじめにこちらのごまめを耐熱容器に広げて電子レンジで700ワット1分半加熱していきます。はい、では耐熱容器にごまめを広げていきます。こんな形ですかね。では電子レンジで加熱していきます。こんな感じです。少し大きめの耐熱ボウルに調味料を入れて、こちらも電子レンジで加熱していきます。醤油です。砂糖です。みりんです。では加熱していきます。はい、では加熱してこんな感じでとろみが出てきました。でこの中にごまめを入れてよく和えていきます。はい、ではこのように混ざりましたら、クッキングシートを敷いたお皿に広げていきます。だいぶ固まってきてますね。はい、そうしましたら白ごまを振りかけます。はい、
これで冷やしたら完成です。ではラストは栗きんとんです。これもとっても簡単です。材料を見てみましょう。はじめにさつまいもの甘煮を袋に入れて手で潰します。はい、では潰していきます。このように手で潰します。はい、ではこのぐらい潰れましたら他の材料を入れて混ぜていきます。これが冬のシロップです。でバニラエッセンス、あと栗です。で混ぜ合わせていきます。はい、ではこれが混ぜ合わせた後です。そうしましたらこれで味が馴染むので少し置いて、これで盛り付けたら完成です。ではこちらの器にできたものを盛り付けていきます。はい、これでおせち完成です。いかがだったでしょうか。この3つ作りましたがとても簡単にできたと思います。ぜひ今年はお家で手作りおせち作ってみてください。